どうも TQQ です。今回はキングスローで競技者半蔵を使ってきました。電光石火の強化と新スキンによって半蔵のピック率が体感なんですけどちょっと上がった気がします。この試合は火力のぶつかり合いが凄まじいということで、ぜひゆっくりご覧ください。いやー結構ローボール、これもロー、ナイス取り、やりいや当たんねえ。ボールボールボール、ボールロー、ローじゃないか。掃除しよう。ナイス。いやでかっ。あめっちゃ流域跳ね返されたけど、ワンチャンありそう。ワンチャンある、ガチで。穴当たってない、それオーケー。あー無理、それ無理。俺は跳ね返されへん。むずいな。うわやばい、これやばいやばい。何のびっくりマーク、手を貸してか。いやマジ強すぎ。
様の使い走りになる気はない。やばやばバーリ決まった。やっと死んだ、ゲンジ。ここに現状で。ナイス。その速さ完璧。現状でもうちょい当たればな。
村人をたまったらもうあれやねんけどな。うえや。よいしょ、ナノブレイドの前に貯めてくれ、グラビトンを。グラビトン溜まったらいけるはずやね。やば、早めに死んだ方がいい。高田行ってよかったな。よっしゃー、うわー、オッケー、これでいける。おっしゃー、おっしゃー、マジイエス、あざっす。ようやく半蔵できるようになってきたか。源氏に当たらんかったらマジで意味ないからな。いや熱かった。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。